クラウンハイツ、ユーティカー・アベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ・イースタン・パークウェイ線の駅である。ブルックリンク、クラウンハイツのイースタン・パークウェイとユーティカー・アベニューの交差点に位置し、2系統が、ラッシュ時混雑方向のみ、3系統が深夜を除く終日、4系統が、終日、5系統が、ラッシュ時のみ停車する。駅は1920年8月23日の、 IRT インスタンパークウェイ線、アトランティックアベニュー、バークレイズセンター駅当駅間の延伸開業と、共に開業した。駅は2層からなっており、それぞれの階層に島式ホーム1面と観光線1線、急行線1線を配置した2面4線の地下駅で、上層階は、南行列車、下層階は、北高列車が使用している。当駅は、 イースタンパークウェイ線最東端の駅であると同時に、ニューヨーク市地下鉄内において、最東端の4線の地下駅である。駅の東側で観光線は南に曲がりつつ地上へ、上がり IRT ニューロッツ線となりサッターアベニュー、ラトランドロード駅に入る。急行線は、ラルフアベニューの下で車止めにより途切れている。また、仮想階の線路が上層階の線路に接続している。 ホーム行きのエレベーター1981年に、または地下鉄内で最も老朽化した69駅の中に当駅を挙げた。駅ホームには2004年にヒューゴコンセグラが制作したアートワーク、グッドモーニンググッドナイトが設置されている。駅には改札口が東端と西端の2カ所にある。西端の改札口には平日のみ駅員がおり、 南広報無生端から階段が接続している。改札口には、回転式改札機と切符売り場があり、回転式改札機が閉鎖されている。時間帯は出場専用改札機が一つと、回転式改札機三つが稼働している。改札口からは、イースタンパークウェイとスケネクタディアベニューの交差点西側中央に二つの階段が接続している。 終日開いている改札口は東端にあり、南北ホームから2つの階段とエレベーター1機が接続している。改札口には回転式改札機があり、イースタンパークウェイとユーティカーベニューの交差点西側中央に2つ階段が接続している。ありがとうございます。